けちゃ。意外よね、人間なんて。ほんと単純な生き物。ピップ、まだまだ落ち着くのは早いぞ。君は人間の底の深さをまだ知らないんだ。人間って…それは違うの。だって私、戦いは嫌い。光が戦いを挑んでくるから仕方なく戦っているの。嘘。本当よ。じゃあ戦いをやめてくれる？ええ、もちろんよ。でも
ません。皆様が防犯訓練に乱入されたものですから、さすがに店内で銃を撃たれては。それでは私たちは、お気の毒です。訓練の予定は GPO にも届け出たはずなのですが、何か手違いがあったようですわね。遠征軍に援助までしたわね。そうだとしたらどうだというのだ。あなたこそ最強最悪のヒュードルの中のヒュードルだわ。いらっしゃい、パラケルススのお弟子さん。あなたが来るのは分かっていたわ。私、デボラと申します。ご覧の通り星読みですのよ。あなたの先生とは懇意にさせていただいたわ。星の運行にも造詣の深い方でした。縛られない、いつでも自由な私たち、小さな小さな妹よ。あなたの心も同じだわ。人の技のなしたるものか。我が主と同じに探索を続けるか。だがまだお主には理解できぬぞ。その無草、汚すには早すぎよ。いつかお主に話してやろう。よかった。あのね、このハンバーグはね、私が元祖なのよ。私がみなぎに作り方を教えてあげたのね。食べ比べてみて、どっちが美味しい？どっちも美味しい。そう、やっぱりどっちも美味しいか。うん。辛いって言ってくれたら、一人は寂しいって泣いてくれたら、私だって一緒に泣けるのに。なのにあの子、そんなこと一言も言わなくて。